こんにちは。私たちは東京21区の長島衆議院議員の下でインターンシップを行っています。本日は長島代議士と最近注目されています朝鮮半島をめぐる国際情勢について長島代議士の記事をもとにしながらお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回一つ質問させていただきます、はいはい、この記事によりますと韓国は北朝鮮との終戦宣言や南北連邦制を目指して在韓米軍を撤退させようという考えがあるんですが、もしそれが現実になった場合、北朝鮮と中国に関しては在韓米軍の脅威がなくなるという大きなメリットがあるんですけども、韓国にとっての在韓米軍のアメリカの軍事力を手放してまで北朝鮮に近づいていくところにどのようなメリットがあると思いますか。これは、韓国というよりは、今のムン・ジェイン政権の、これまでの言動を振り返ってみるとね、どうも日本やアメリカと連携を、もちろん口ではアメリカとの同盟関係、日本との連携って言って協力って言ってるんだけど、全体のこうドライブとしてはまず南北を、私の考え方はですね、私の理解では連邦制のような形で、一つの国というよりはお互いの主権は尊重しながら、より一つになる方向にということ、そしてその背後にいる中国とうまくやっていこうという、そういう考え方を少なくともムン・ジェイン政権は持っているように見えると。で、今のお尋ねで、これまでそのアメリカとの同盟関係、その証としての在韓米軍、そしてその根拠としての朝鮮戦争が未だに継続しているという、その状態を終わらせた場合は、今度は今言った話が全部逆回転するんで、終戦、じゃあ終戦ならじゃあ国連軍はいらないだろうと、その国連軍と一緒にやっている在韓米軍もいらなくなるんじゃないか、そうなるとこの在韓米軍がいらないってことはもう別にアメリカに守ってもらう必要もないじゃないか、そう米韓同盟もいらないじゃないか、そう撤退していくと。で、その後じゃあ何が残るかって言ったら、それも当然のことながら今まで敵対していた北ともう完全に仲良くなるということなんです。で、ここはいろいろ言うのは語弊がありますけど、韓国のあるその専門家に言わせると、北朝鮮というのは安い労働力と、それから世界でも稀に見る資源大国であると。例えば皆さんのスマホからミサイルに至るまで使われているレアアース、これ非常に希少な資源ですけれども、これ今ほとんど中国が権益を持ってますけれども、今の北朝鮮に埋蔵されているレアアースはこれ推定ですけど、世界中の推定埋蔵量の2倍あるって言われてるわけですね。中国と比較しても6倍あるってわけで、こういったものを、鉄とか石炭も含めてこういったものを彼らは輸出に使う、あるいはその外国からの投資を呼び込んでいくというようなことでですね、これを武器にして、これはトランプ大統領が核さえ手放せば北朝鮮は経済大国になれるとこう言ってるように、当然のことは韓国はそういう北朝鮮を当てにして、そのような北朝鮮と一体化することによって、自分たちの生存と繁栄を図っていこうと、こういうふうにムン・ジェイン政権のブレーンの人たちは考えているように見えると。だから日本との関係はギクシャクするし、アメリカとの関係はギクシャクする。で、そういうギクシャクすることは、我々の今まで通りの見方をすると何の得になるかっていう、まさに質問がその通りなんだけども、今の韓国のムン・ジェイン政権というのは、これまでのような考え方ではなくて、新しい考え方で朝鮮半島を仕切っていこうと。で、今回失敗に終わりましたけど、ベトナムのハノイで行われた米朝首脳会談で、実は2月の27日、28日で、そこで、韓国としては終戦宣言もできて、そして北朝鮮が非核化を約束することによって、ヨンビョンの施設を廃棄するという約束をすることによって、国連制裁を少しずつ解除すると、こういうビッグディールが成立すれば、その翌日の3月1日独立運動 の記念日に、彼は新朝鮮半島体制というビッグスピーチを実は予定していた。しかしハノイの
会談がダメになっちゃって、結局多分彼はその原稿を全部その晩の前の日の晩に書き換える羽目になったんだろうと思いますけど、まあ、大したスピーチじゃなかった。結局、まあ、それはムン・ジェイン大統領にとっては非常に残念な結果に終わってしまったんですけど、まあ、我々としてみるとそういうこのビッグディールがあってビッグスピーチがあって、もうあたかもこの朝鮮半島の緊張緩和がこう進んでいく、そういう中でその在韓米軍が撤退していくという、まあ、非常にドラマティックな、ね、展開になるんじゃないかというふうに私は警戒をしてあの文章を書いたわけですけども、まあ、そうにはならなかったので、まあ、我々としてはちょっと一息ついたと、まあ、トランプさんがそこまでこう物事をこう動かしていくことがアメリカにとって日本にとってあるいは世界にとってプラスだという判断をしなかったことはですね、まあ、非常に良かったというふうに思ってます。ただこのトレンドっていうのはまだまだ残り続けていることは非常に我々としては警戒しなきゃいけないことだと思っている。一つ再質問してもよろしいでしょうか。うん、今北朝鮮はアメリカから経済制裁を受けていて、北朝鮮の住民が今食料不足に困っていると思うんですけど、もし連邦制になった場合食料不足って解決されると思いますか。それはもちろん韓国が一生懸命支援するだろうし、中国もロシアも場合によってアメリカの利権絡みで支援するようになると思いますから、まあ、そういう意味で言うと食料問題ももちろん解決するし、まあ、今言ってるその北朝鮮の食料問題っていうのも、まあ、実は平壌は日本の製品で溢れてると、平壌の市場はね日本の製品で溢れてると言われてますので、どのくらい深刻かってなかなかね僕らに計り知れないことがあるし、僕はちょうど90年代の半ばに韓国の人に聞いたんだけど、いやそれあなたたちはね豊かな暮らしをしてるから今の北朝鮮がどこまでその飢饉とかその食料不足とかその苦しんで、いるかっていうのをね見誤ってますよと。どう見誤ってるんですかって聞いたら、いやいや我々が朝鮮戦争の直後の我々のその飢餓状態、もう本当に食うものもなかったような状態からすると今の北朝鮮まだ豊かだと。だからこんなの10年、20年、30年、僕らはもう明日にでも崩壊するんじゃないかっていう議論を90年代の半ばにやってたんだけど、そんな簡単に崩壊するもんじゃないよと、朝鮮人はそんなダメじゃいけないみたいな話をね韓国の学者がしてましたよ。だからまあもちろんベールに包まれた国なんで、どのくらい厳しい状況かっていうのはなかなかね国連のその世界食糧計画なんかが時々こう入ったりしてそのヒューマニタリアンリリーフやったりしてますけど、本当のところはよくわからない、プラスさっき言ったように、なかなかその耐え忍ぶだけのまあ、なんていうんだろうな、そういう耐える力も持ってると、我々 が想像する以上にそういうものを持ってますんで、まあ金正恩政権が追い詰められた経済制裁で追い詰められたって言うんだけど、どこまで追い詰められたかっていうのは実は疑問なところありますよ、はい、まだまだ耐え忍んで、いろんなことやってくる可能性があると僕は思ってます、はい、ありがとうございました。それでは私からもう一つ質問があります、はい、この記事の最後の部分で在韓米軍が韓国から撤退することに備え日本は安全保障政策を根本から見直し準備すべきだと述べていらっしゃいますが、より具体的にどのような見直しと準備でしょうか。それはまた地図を、今とにかく38度線で、この南と北が分かれていて、そのまあ北の圧力あるいはまあ背後にある中国の圧力っていうのは38度線で止まってるわけですよね。ところがこれはまあ例えば連邦制になって在韓米軍です、しかもそのストップしている主力はまあもちろん韓国の軍隊50万人ぐらいいますけど、やっぱりアメリカがここにこう踏ん張っている2万8000人ぐらいいるアメリカ米軍がここにいるっていうことが、まあ、ある意味ストッパーになってる。でこれが仮に今外れるって話ですよね。外れたとするとこの38度線がこの対馬海峡まで降りてくることになるんですね。で当然この統一あるいは連邦国家としての朝鮮というのは日本やアメリカというよりは中国と、まあ、陸続きですから、中国やロシアと仲良くやっているということがほぼ必然的に言えると思うんですけど、そうなってくるともう一つは
尖閣諸島は今ここにありますけど、尖閣諸島で今日中の間でこういろんなせめぎ合いが行われている。この尖閣諸島で起こっていることがぐぐぐぐぐとここまで、まあなんていうか北上していく。38度線が南下すると同時にこう尖閣で起こっているようないざこざが北上していくということは、日本が今まで38度線である程度物事がストッパーになっていた、あるいはこの台湾のラインのところで物事がストッパーになっていたものが両方のタオが外れるという話だから、もうぐぐぐぐっと日本に対するその安全保障上の圧迫というのは大きくなっているわけですよね。それに対抗するだけの、まあアメリカのもちろんバックアップも必要ですけれども、日本独自のやっぱりそういうその抑止力を高めていかないと、まあ韓国軍と一緒に協力すればいいや、あるいはその場合によっては台湾海峡で何か起こったら日本は多少後方支援ぐらいやったらいいやと言ってたこれまでの構えとは全然違ってくるということです。したがって、もちろん日本の南西方面の、まあ、我々は専門用語で継戦能力と言いますけど、何か起こった時に10日1ヶ月2ヶ月3ヶ月半年と持ちこたえられるような、どん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 攻撃を浴びてもですね、滑走路をどん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 移動させていって、こうちゃんとは力で、まあ、攻撃してきたものに対してそれだけ跳ね返せるだけの、まあ、あの実力というのは兼ね備えておかなければならない。そういう意味で言ったら我々が今まで考えていたのと全く違う世界に備えていかなければならない。おそらくその時は私は反対ですけども、日本も核武装した方がいいんじゃないかというような議論が日本の中で起こってもおかしくない。もしかすると朝鮮半島は核付きで統一される可能性がありますので、ね、中国を持っている、朝鮮半島を持っている、ロシアを持っている、アメリカの核の傘もおぼつかない、トランプさんは引き気味ですから、そうなった時に日本はじゃあ独自でどうするんだという話に、まあ、なりかねないんで、まあ、そういった核武装論に対しても、まあ、しっかり対抗できるだけの日本の安全保障能力というものを、まあ、抑止力という、まあ、我々は呼んでますけど抑止力を作っていかなければならないということですね。それでは本日の私の名義室貴重なお時間を取ってきました。 ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さんの若い柔軟な発想で Think the unthinkable という、まあ、こういうことがありますけど、要するに考えられないことをやっぱ考えていくね、そういう、まあ、柔軟な発想でこれからも安全保障、国際関係、まあ、内政もそうですけど考えていってほしいと思います。よろしく、はい、ありがとうございました。